文育は、真の官僚、自和聖願、満州聖愛貴人、ホイモシ、行部老中、直霊派、秋道、シセムアゼチなどを経て、1853年に高年不正史に任命された。当時南京は、太平天国軍に占領されており、文育は、金佐大臣の記者に従って、広北大英に駐屯した。1854年、 キシャンが病死すると、廃下の共有と、食料補給の事務を引き継いだ。洋州から出撃する太平天国軍と戦って、しばしば打ち破った。1857年、チャンスフ正氏に転任となり、江南大英の補給を担当した。その後直霊不正氏に異動となり、さらに三島巡部に抜擢された。三島省では、年軍と戦い、総州や探検でこれを破った。 1860年、アロー戦争の戦局が悪化し、イギリス・フランス連合軍が北京に迫ると軍を派遣して、通州に駐屯させ、自らは最年で年軍との戦いに当たった。1861年、直令総督に就任したが、翌年に長尺種の放棄軍を鎮圧できなかったことで免職となった。1863年に木旗。 猛古福都党に任命された。1868年、聖愛旗官軍都党、復讐将軍となり、1871年には、節総督代理を兼ねた。1874年の日本の台湾出兵に、際しては、総督の利革年、船政大臣の陳茂美幹と共に防衛に当たった。1877年、北京に呼び戻され、内大臣、 白葉官軍徒と等左と行使に任命され、さらに行務少所となった。その後1881年に教弁大学士、1883年には総監内務副大臣、1884年には竹秀殿大学士を歴任した。同年に病で辞任。死後、文たちの死亡が送られた。ありがとうございます。